はい、どうもバチオです。今日はですね、昨日の動画の続きなんだけど、まあ、SKE オタクとしてのね、歴史をね、ちょっと語ってたんで、まあ、今度はね、僕がね、その、今まで生きてきてから、その、まあ、今までのね、アイドルで好きだった子っていう、そんな話をしていこうと思いますね。まあ、好きだった子って言ってもね、僕が幼稚園の頃にね、二十歳近くでアイドルだった人はもうね、結構なね、孫もいますみたいな年齢になってるんでね、あれなんですけど、まあ、僕はね、1978年生まれということで、まあ、41歳、もうすぐ42歳になるんですけど、まあ、幼稚園の頃にね、まあ、要するに、いわゆる花の82年組というね、アイドルが、まあ、存在して、まあ、そのトップであるね、松田聖子さんがね、めちゃめちゃメディアに出てたんでね、まあ、やっぱ、メディアにいっぱい出てるっていうことは好きだったんですね。まあ、その頃はね、そういう影響されやすい。で、なかなかね、テレビに出てない人はね、知ることが少ない。で、まあ、双璧というか、体格というか、中森明菜さんがね、すごい人気だったと思うんですけど、僕はね、両親がね、吉田拓郎とか、井上陽水が好きっていうのがあってね、中森明菜さんに関しては、あれ、この人なんで井上陽水の曲歌ってんだろうっていうことでね、なんかあんまり好きにならなかったんですよね。何この人パクってるみたいな。いや、そんなわけないんだけど。まあ、子供心にはそんな風に感じててね。で、小学校に入るとね、まあ、アイドルっていうものにね、別に興味はなくなったんだけど、まあ、もともとアイドルだと思って聞いてなかったっていうのもあって、まあ、アニメソングをね、アイドルが歌ってデビューみたいなのがね、結構、ね、いっぱいあったんですよ。まあ、ゼータガンダムの森口博子はね、まあ、今でも好きなんだけど、あと、そうだな、世界名作劇場のピーターパンでデビューしたユーユーとか、ランマ2分の1で、デビューかどうか知らないけど、デビューだな、あれも、奥山芳恵とか、あと、そうだな、マシン英雄伝渡るの高橋由美子とかね、まあ、なんかそんな感じで、結構ね、好きだった。アイドルのデビュー曲にアニソン使われること多いなみたいな、そんな感じでね。で、あとなんか、昭和の終わりとか平成ぐらいに入ると、なんかスタイルのいい系の人がね、なんかモデルみたいな人が、なんかアイドル名乗ってアイドルソング的なもんを歌い出すようになって、それはね、ちょっと僕は好きになれなかった。まあ、代表としては、森高千里なんかそうだと思うんだけど、あと、なんか、最先端行ってますみたいな人らは苦手だったね。そう、東京パフォーマンスドールとかね。あと、あれだろうね。安室ちゃんもね、元々といえばね、アイドル的な感じで出てきたからね。まあ、ね、安室奈美恵ね、好きな人は、まあ、知ってるとは思うんだけどね、ポンキッキーズとかね、着ぐるみ着て出てたんだよ、ほんと。まあ、どっちかっていうとね、そういう路線よりもね、まだ、バラドル継承的な、そっち側路線の人の方が好きだったね。縁組とか好きだったな。だから、その頃はね、ずっとショートカットの子が好きだった。だから、縁組からあって、で、内田有紀が大人気で、まあ、あの人はね、曲を出して人気が下火になったみたいなとこあるんだけど、内田の野望、天下を取ろうだっけ。うん、懐かしいな。で、まあ、そこから、まあ、そこからの直接、ね、代替わりしたのが広末だよね。で、広末はね、まあ、高校ぐらいからね、アイドルが僕の年下になってくんだけど、ツボだったね。なんかよくラジオとかも聞いてたんだけどね、FM の、頑張らないとだっけ。なんかよくスピードがゲストでやたら来てたやつ。まあ、スピードもね、その頃、中学生とかだからね、まあ、アイドルではないんだけど、まあ、ね、おじさんはニヤニヤしながらって、まあ、その頃はまだ二十歳ぐらいだからね、二十歳前か。
そんな感じで見てて、まあ最終的にね、その SKE の前に落ち着いたのはね、やっぱモーニング娘。になるんですね。あの他はね一切興味なかったんだけど、やっぱねテレビの力って偉大だよね。そのモーニング娘。をね、まあ見て聞いてって、まあ一応ね、あの松浦彩とかね、まあ歌とかは歌えたりした感じはするんだけど、でモームスの中でね、あの誰が好きってなったらね、ナッチが好きだったりゴマキが好きだったりするんだろうけどね、僕はね矢口派でした。まあねちっこくてね、なんか頑張ってあたふたしてる感じの女の子ってのはいつも大好きなんですね。だからモーニング娘。で推し3人あげろって言われたら、矢口まり、今野朝美、市井さやかだったんですよ。なんでちょっと裏路線みたいな方行くみたいな、王道みたいなとこはねやっぱダメなんですよ僕は。でね、まあ、その当時いたじゃないですか。モーニング娘。にも、ロリ路線を清めた辻かごっていうね。なんかね、辻ちゃんとかごちゃんはね、もうその当時からね、結構擦れてたのがね、画面の端々から伝わってきててね、うわー、なんかビジネス感強えって感じがすごいしててね、まあ申し訳ないんだけど、あんまり好きになれなくて、まあそんなこと言っちゃ悪いんだけどね、まあ本人たち何も悪くないからさ、成長の過程でねちょっと大人ね、その辺の子供たちよりもちょっと大人になるってことはあるわけだから、悪くねえんだけど、まあ僕の中では全然なんかツボにはまらなくて、まあとはいえね、やっぱちびっこは好きだもんでね、まあどっちかっていうと見てた方だよね。中澤の姉さんとかね、飯田さんとかね、まあ大人っぽい感じのメンバーに比べりゃまあ見てたから、まあそんな感じでね、でね、声優系のね、アイドル、声優アイドルとか声ドルとかいう感じのジャンルの人はね、そんなにね興味がなかった。まあ声優さんの CD はね、まあ全部合わせで20枚ぐらい持ってるような気がするんだけど、ね、まあ90年代人気だった声優のあれだよね。だから林原めぐみ、高田真理子、椎名ヘキルで、まあついでにというか最初になんだけど、小森まなみが持ってたぐらいでね。あとは声優さんものはどうなんだろうね。新しくなって、2000年代になって、2010年代になってから声優さんの曲っていうのは一切買ったことはない。まあ CD を買わなくなったっていうのがあるんだけど、だから、そのユニットになって曲を出してる人のユニット曲っていうのは、そのアニメの主題歌とかになってなきゃね、ほとんど知らないみたいな。だからそんな感じがあるっすよね。だからラブライブとかもね、僕の中では女の子がわちゃわちゃする系のアニメってかなり苦手だもんで、だいぶ人気になってからね再放送されたんだけど、再放送のやつを見てもって感じだったもんで、やっぱ僕にはちょっと合わないんだなみたいな、なんかちょっとバトってくれないと面白みがないというか。まあ、そこまであれじゃないけどね、日常系アニメとかも結構好きだからね。どうなんだろう。まあでもあれかな、結城葵とか、花澤さんとかは好きだから。まあでもあの人らも、さんま大先生からの人だでな。子役上がりで声優になった人だ、ね、だからそのね、あんまりその声優アイドルには疎い。まあ曲出してる声優さんとかわかるしね、まあ何曲かねアニメの主題歌とかになってる知ってるんだけど、まあうーんって感じだね。で特にねさ、ここ5年ぐらいはね、やっぱラジオ聞かなくなったのが大きいね。うちがラジオがね、あんまりその
電波の都合が良くないもんで聞こえなくなったっていうのも、だから AM ラジオ聞かなくなってからね、そのアニメ声優さんの情報がね、もともと雑誌とかさ買わなかったんだから、あの見る機会がほとんどなくなって、だからね、そのあこの声の人はこんな人なんだっていう人となりが分かんなくなってね、そのやっぱ喋りが分かるとね、人となりが分かってそれで好きになるっていうのが多かったんだけど、あの雑誌とかでね、僕顔とか見て好きになるタイプじゃないんであのまあそこはアイドル好きのあれと一緒だよね。うん、まあ結局ね、そのまあ、アイドルの、ね、グループアイドルもそうなんだけど、まあ、モーニング娘。の矢口なんかもそうだよね。あの、歌番とかでなんかわちゃわちゃやってるのをまず見てから、ね、その、で、なんか、オールナイトニッポンゴールドだっけ？あれのラジオを聞いて、まあ、好きになってってる感じだもんね。まあ、見た目の好みっていうのもあるんだけどね。ね、オールナイトニッポンゴールドの最終回に石川梨花がゲストで来て、で、なんかその、ラジオ番組内で石川梨花がなんか喋り出すと寝るみたいなネタが流行ってたことがあって、最終回石川梨花が ゲストで出てきて、あの、挨拶した瞬間ぐらいに僕寝ましたからね。寝落ちして、何これ、俺パブロフの犬的なやつなのって思ったことあるけどね。まあそんな感じでちょっとね、長くなってきたんで終わりにしましょうかね。まあ、どうだろう、続きをやるかやらないかは、またちょっと飛ばしてやるんじゃないかなと思うんだけど、そんな感じで終わりにしたいと思います。以上、パチオでした。バイバイ。